お願い、開けてください。ドア開けて、お願いします。両手が塞がってるの。よっと、いらっしゃい。はい、開けてくれてありがとう。こぼさないように慎重にと。私のために来てくれて嬉しいです。こちらで座ってお話ししましょう。こっちです。男の人が私の部屋に入ったの初めてなの。恥ずかしいからあんまり見ないでくださいね。それでね、参考書でわからないところを教えてほしいの。お願いできますか？でも、お願いします。ね。参考書を持ってきますので、少し待っててください。よいしょ、よいしょ。どこだったかしら。あれ、ない？邪魔しないで。邪魔しないで。大丈夫かな。もう、なんで落ちちゃったの。どこだったかな。確か、この辺りだったと思います。あ、ここ、ここです。次の首都を答えなさい。
多分日本の首都って京都で合ってますか？間違えちゃいました。合ってると思ったのにな。次は別の問題にチャレンジしてみます。触っちゃダメ。無理。くすぐったい。ここがこうなって、ちょっと休憩したいな。いいですよね。いいかも。撫でられてる。いっぱい運動した。今日の勉強はもう終わりでいいですよね。お腹空いちゃいました。何か食べれるものあったかな。いいもの見つけました。食べちゃおう。甘くて美味しい。もう一本やった。お？いいこと思いついちゃった。あげる。美味しかったですね。喉乾いちゃったな。水飲もうっと。どうして机の下を見てるの？
もうどこか行ったみたいですね。追い払ってくれてありがとうございます。もう出てきませんように。はあ、もう本当に怖かったです。あ、見ちゃダメ、びしょ濡れだよ、着替えなきゃ。あの着替えたいのであっち向いてください。外れない。お願い、ここに来てフォークを外してください。はい、ここです。わかりますか？どこ触ってるの？ダメ。私、胸がドキドキしているの。こんな気持ち初めて。さっきより胸が苦しい。どうしよう。もう自分の気持ち抑えきれない。お願い、私を強く抱きしめてください。すごく暖かいよ。抱きしめられるとこんなに幸せな気持ちになるんだ。いいよ、優しくしてね。それじゃあキスしてほしいです。なんか緊張するね。どこ触ろうとしてるの？